さい。チャンプでございます。こんにちはですかね。ちょっと待ってください。あ、そうですね。日本は今2時13分ですね。こっちは夜中でもないか、9時13分ってとこなんですけど、あ、17時間早いか。ということは、え、今日何日だっけ。まだ8日日曜日ですね。向こうはこっちは土曜日なんで。まあいいか。これから夕飯を食べようと思ってるんですけど、今日3カ所ぐらいちょっと買い物行きまして、あの、まあお餅1キロですね。これがまあ9ドルぐらいのやつですね。あとこれが5ドルなんぼ、5ドル60ぐらいですね。タックス向けです。これはマルカイっていうところから買ってきました。あとビールですね。よいしょ。恋の街札幌、見えますかね。24缶入りで15ドル95ぐらいだから、16ドル、1600円ぐらいですね、24缶で。だから FRB なんとかっていうのがタックスがついて、ちょっと名前忘れましたね。と、あのオリジナルのタックス、こっちは 7.75 ぐらいですかね。タックスが 10% じゃなくて。あと買ってきたのがこのカニカマ、なんかカニ三昧とかっていうやつ、まだ凍ってますけど、なんか久しぶりにカニカマが食べたくなって、あともずくも買ってきたんですけど、なんか冷凍に入ってたんでまだ凍ってますね。まあこれは食べられないかな、まだね。あとマグロ中トロかなんかの、あの中落ちですね。これがね、5ドル75だから600円ぐらいのもんですね。久しぶりにマグロのトロか中落ちか。まあね、本マグロって書かれてますけど、なんか美味しそうな感じですね。マグロですね。こんな感じで美味しそうですよね。トロトロっとした感じで。あとこれですね、いなり寿司の上に、まあ開けないとね。あれ開かないの。これもね、20% オフになって、これはなってなかったですね。これが 20% オフになってますね。反対か。 20% オフっていうことで、これが何や、いくらだったっけ、7ドルぐらいのもんだったんじゃないかなとかって思いますね。それの 20% オフ。いなりの上になんか、あのエビがね、こういうふうに乗ってまして、その上にイクラっていう感じですね。なんか無性に海のものが食べたくなって、今日はそんな感じで。あ、醤油も入ってますね。イクラがくっついちゃってますね。醤油を入れて、じゃあ、あ、そっか、わさびが入ってない。
びわさび。わさびありました。おろし生わさびです。醤油をもうちょっと突き出して、こんな感じで、このカニも開けましょうかね。カニカマなんかめったに食べないですよね。まあ時々小さい頃食べたカニカマはめっちゃ美味しかったような気がしますね。誰かがすごい美味しいよとかって言ってましたね。このカニカマはどうかわからないんですけど、切らないと。今日コスコ行ってきたんですけど、残念ながらコスコは閉まってましたね。閉まってたっていうか時間が6時までっていうことで、土日は閉まるのがちょっと早いみたいですね。残念って感じで、タオルペーパーを買いたかったんですけど、もうそろそろ少ないんで、あとミックスナッツですか。ミックスナッツが買いたかったんですが、残念ながら閉まってましたっていうやつですね。あ、失礼しました。しゃっくりが出て、まあということで、まああのちょっとなんか今日は出来合いのものだけでね、こんな感じでカニカマでトロっぽい感じでしたね。なんか落ち、あともずくが凍ってますね。ちょっとたまにはね、やっぱ魚類食べたいっていう感じでしょうね。ちょっと味見、油が結構乗ってますね、やっぱ。ね、カニカマ。大崎っていうあのメーカーのカニカマが確かあったんですけど、それとそんなに変わらないような気がしますね。
こんな感じですね。まあまあいい、稲荷も美味しいですし、マグロも美味しいし、カニカマもまあまあだし、もうもずくがこれフローズンなんで凍ってるんで、これちょっともうちょっと時間経たないと食べれないなって感じですね。ちょっとまあね、まあ私の今日のまあディナーですね。ちょっと出来合いのもので済ませたって感じですね。車中泊生活を工夫して楽しんでるってところです。また安い。おいそいおいそい。ピュー。